皆さんこんにちは、田中恵美です。今日紹介するパスタソースは洋麺屋ピエトロパスタソース絶望スパゲティです。絶望している時でも美味しく食べられることが名前の由来の、レストランでも人気のイワシと香味野菜の風味豊かなペペロンチーノ。身の柔らかさが特徴の国産マイワシと細かく刻んだ香味野菜をたっぷり使用したイワシの旨味と野菜の香りと甘みをお楽しみいただける一品です。レストラン生まれの美味しさをご家庭でお楽しみください。こここだわっています。ポイント1、レストランの名物メニューをご家庭で。絶望している時でもペロリと食べられるほどに美味しいことが名前の由来の、レストランでも人気のメニューをご家庭でお楽しみいただけます。ポイント2、国産マイワシを使用。身の柔らかさが特徴の国産マイワシを使用しています。香りや風味が強いため、ソースにもイワシの旨味と香りが溶け込んでいます。ポイント3、国産の香味野菜を使用。玉ねぎ、セロリ、人参などの香味野菜は国産のものを使用しています。すべての野菜を小さく刻み、じっくりと炒めることでセロリからは香り、玉ねぎ、人参からは甘みを引き出しました。ポイント4、隠し味のセミドライトトマトとブラックオリーブ。トマトの甘みと旨みが凝縮されたセミドライトマトで、ソース全体に旨みとコクをプラスし、塩漬けされたブラックオリーブでオリーブの旨みと塩気のアクセントをつけています。ポイント5、工場は大きな厨房。福岡のピエトロ自社工場では、レストランの厨房のように人の手で丁寧に商品を作っているので、大きな厨房と呼ばれています。ポイント6、美味しさを守れる量。レストランの厨房のようにじっくりと煮込んだソースは、美味しさが凝縮しています。大量生産もせず、美味しさを守れる量で作っています。食べてみた感想。ペペロンチーノというと、ニンニクと唐辛子の効いたピリッとした辛さを伴うソースというイメージがありますが、そういった概念を見事にいい意味で裏切る味わいです。香味野菜のベジタブル感たっぷりの具材、そしてイワシの柔らかい食感、もちろんニンニクやオリーブ、唐辛子やタイムなどのスパイスの旨味もきちんと詰まっています。そしてパスタに絶妙に絡むフィット感、絶望どころか逆に希望が湧いてきました。どんな境遇であっても食べることの幸せは噛みしめて生きていきたいですね。絶望している時でも美味しく食べられることが名前の由来、レストランでも人気のイワシと香味野菜の風味豊かなペペロンチーノ。本日は洋麺屋ピエトロパスタソース絶望スパゲティを紹介しました。田中恵美でした。